本レースもそういやさる若干ピットまだでへこみ加減ではありましたが、どうやら枠番通りの進入となりそうです。シリーズ3日目予選後半戦の模様を送ります。今日のレースはさらに進んで残すところあと2つ、第11レース予選競争です。1号艇桐生純平、2号艇には浜谷健吾、3号艇石野孝之、4号艇に坪井康晴、5号艇は遠藤恵美、6号艇久岡充、以上6名による対戦カード第11レース予選競争の争いです。1号艇には桐生純平、追い上げ効かせた昨日は2着でありましたが、今日は寄せ付けず突き放したい一戦でしょう。巻き返しまだ間に合います。最後陣コースを抑えました。人気を集めての登場です。流します。2コース3コース制は枠番通りに加わるところ、2号艇の浜谷健吾がスローの2コース。3日目終盤この一戦に力を注ぎます3号艇の石野が3コースに今合流。下げて3艇ダッシュ戦、4コースの角1、年号艇のソイヤサール、5コースが5号艇エンド。前半1着船足、威力を見せつけたそんな一戦でした。5コース入、6コースにある5号艇の効果、内に3艇123ダッシュ3艇456、進入スタイルは3対3と分かれた11レース。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6艇がほぼ揃った、極端にされないスタート。スリット後4コース、インコース縛り、1号艇桐生がまずは先行、2コースから2号艇浜根が引いた、マックザソート3号艇石野が旋回して V ギア通って4号艇坪井バックへ抜けた、リードは安定し、1号艇桐生も内側来てます。3号艇の石野、1号艇3号艇完全並走、スリットの並んで通過、2コーナーの旋回スタートは正常です。インからトップ旋回は3号艇石野、内側から接近する4号艇坪井、外を回して1号艇桐生が応戦、ホームスイッチへ帰ったが、先頭リードは3艇新4艇新と離しました。3号艇の石野が先頭、2番手のポジションには1号艇桐生、3番手の際4号艇6号艇接戦と代わり、インコースは6号艇効果、アウトは4号艇坪井、2周目の攻防です。2周1マークの旋回へアウトを抑える6号艇効果、外側から4号艇の坪井が前を伺ったが少々入るところがありませんでした。前方グラッドキスも4号艇の効果が現在3番手を運転士先行する、3艇並び316となってスリットラウン通過、2コーナーの旋回に移ります。4番手から接近観光地4号艇の坪井、アウトコースから6号艇の効果が3番手を先行し、内を回ろうと4号艇坪井が旋回、ホームスイッチへ回が定冠取った、3番手リードは4艇5艇と離しまして、6号艇効果3艇並び3番1番6番となって最終周回に入りました。3周回第3マークの旋回から最後のバックスレッジへ立ち上がり、3号艇石野が先頭、2番手には1号艇の桐生、3番手は6号艇効果、3艇並び3番1番6番です。6艇清水がいた4番手のポジションには4号艇坪井、5番手に5号艇遠藤、先行方は2号艇浜根です。ラストターンマークの旋回から最後のホーム直線構成クリアするところ、3号艇の石野が先頭、2番手1号艇の桐生、3番手が6号艇の効果、3艇並び316となった11レース、まもなくゴールです。先頭3番石野五輪、2着1番の桐生五輪、6番の効果五輪、4番の坪井五輪、5番2番接戦の五輪です。11レース終了しました。勝ったのは3号艇の石野孝之選手です。3コースから渾身のまくり差し入りまして、イン桐生選手を捉えての1着です。2着がインから先前の形に持ち込んだ1号艇の桐生純平選手、そして3番手もつれる中で浮上しました6号艇の高賀満選手、4走目で初連帯となっています。11レース1着3番2着1番3着6番で確定を迎えました。 SG 第24回オーシャンカップ3日目11レースを制しました石野孝之選手です。ありがとうございます。早いですね。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、綺麗なまくり差し入りましたけども、はい、もういかがでした自分の中では。いや、もう完璧なターンできたと思います。完璧なターンできたと思います。そんなレースを振り返りたいと思います。こちらです。さあ、ここは枠なりでした。一田さん、456、今日のスタートの感じいかがでした？ちょっと展示届かなかったので、はい、仕掛けたら早かったんで今度ちょっと様子見ていきました。様子見ながら、まあ、ちょっとまだ掴んでないですね、さあ、そしてここ1マークですけども、綺麗に入りました、うん、いいですね。いいですね、はい、もうこれはもう自分の中でも絶賛のターン。そうですね、ちょうどタイミングよく空いた感じがします。はい、さあ、この回った後の、船足関係いかがですか？いいと思います。いいと思います。はい、じゃあこれはこのまま行っても自分の中でももう合格点を上げれる状態。そうですね、今日ちょっと時間あったんで、はい、
まあ、昨日までプロペラ叩いてなかったんですけども、今日しっかり叩いて、はい、良くなってたので、はい、もうじゃあもうノールックノーハンマーはやめたという、やめました、しっかりと叩いたという、はい、叩いた結果良くなったと、良かったですね、はいはい、さあということで明日も勝負がけは続きますが、もうこの1着でまずは2本目ですから、自分の中では気持ち的にはまあちょっとね、明日枠も悪いのが残ってるんで、はい、まあ、ここで貯金できたのは良かったかなと思います。わかりました。さあそれでは明日に向けてファンの皆様にもう一言お願いします。はい、残り3日間精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれではカメラサインです。何を書いてくれるんでしょうか。書いたらワンポーズをしてくれ。グラツーテーグラッテー4160、はい、グラッツェ、ありがとうございます。グラッツェいただきました。ということで石野貴之先生でした。